右足、はい、アップ、ダウン、アップ、ダウン、さあ、不安な方は持っていただいて、不安じゃない方は手は、ね、自分の体の横に置いておいてくれていいですよ。アップ、ダウン、さあ、お尻を締めて、つま先だけ、アップ、ダウン、アップ、ダウン。さあ、足のすねで上げてほしいので、お尻、体はまっすぐです。できるだけ。広げます。で、立ちます。はい、ここか、ここです。
辛くなってきたでしょ。はい、あと2回、あと1回。はい、さあちょっと足戻しましょう。足ちょっとペンペンペンと叩いてください。さあもう一回でいいですか。足を横に広げて、肩幅より広め、つま先も広げて、手は椅子か。はい、まずゆっくりいきますよ。辛い方はそのまま、そう、立ってお待ちください。ゆっくり曲げる。はい、伸ばす。はい、曲げる。はい、伸ばす。さあ早く、はい、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。さあ、あとで終了ですよ。はい、4、はい、3、はい、2、1。頑張りました。足戻しましょう。さあ最後タッグされて、はい、じゃあ手はまっすぐ、背もたれ持ったらまっすぐ立って、足を揃えてください。はい、このまま重心は真ん中に置きながら右足を横に出します。はい、戻しましょう。左足横、はい、ですね。足を出した時には体を上に引き上げます。はい、出したら体は上ですよ。はい、戻します。重心は移動しません、移動しません。重心は置いといてください。出して戻す、少し下腹部力入れてくださいね。緊張するとどうしてもちょっと腰が反りやすくなるので腰痛くなります。お腹ちょっと力入れながら足を横に出したら体を上に引き上げてくださいね。重心は真ん中ですよ。さあ、お尻の横っちょの運動。さあ、少しちょっと深くしていきますよ。足を浮かせます。足は横ですが、体は上、上、大丈夫ですか。はい、4、3、2。はい、OK。 どうでしょう、ここら辺ちょっと回しが疲れてきたと思います。